はい、あと15分ぐらいですけども、全体を通じたこうディスカッションみたいな時間に、させていただきたいと思います。私はアジェンダ推進センターの渡辺と申します。今回、神奈川県の中の活動の支援をさせていただいている立場で、最後の質疑のまとめ役をさせていただきます。今日最初に杉本さんからお話をいただいて、いろいろな、環境省コンテストね、起こりから、それから大事なキーワードとして の政策の総合化というようなことが、あったかと思います。それから、それぞれご発表いただいて、EMS の話、それから評価の話、それから今の、共同の話と、いろいろキーワードがあったかなと思います。個別の質問でも結構ですけれども、最後のまとめということもありますので、そういった総合化とか評価とか、住民参加とかいうキーワードでこう議論を、ね、少しできたらというふうに思っております。そういう意味でこういうことを話してみたいということでテーマをいただければなと思いますが、いかがでしょうか。個別の質問があっても構いませんが、はい、はい、どうぞ。今日私は環境省コンテストというような初めて内容は伺ったんですけれども、地方の行政の部分でですね、競争原理を持ち込むという点は非常にいい発想だなと思って伺ってました。それで個々の質問になるかもしれないんですけども、ちょっと全体を聞いてちょっと今振り返って3つほど質問がありますので、ぜひそれをさせてください。で、一つ目と二つ目は関係あると思います。で、一つ目はと二つ目はどういうことかというと、行政が、いろんな取り組みをすることに対する外部評価ということに関してですね。で、この首都コンテストそのものも一種の外部評価の一つではないかと思います。ただこれは第三者による外部評価と思ったんですね。で、私は今日はちょっと市民として来てますし、当然当事者、市民、行政なんかやったらその当事者というかお客様は市民ですから、市民としての評価というのも当然ある重要なものとして見ていただきたくて、まずこう第三者というか首都コンテストで、一つ目の質問は首都コンテストでこう住民の評価というのをどの程度こう把握しようとされているのかということに関してが一つ目の質問です。で、二つ目はですね、横須賀市のケースで現在市民によるこう行政の施策の結果の評価をしているということは私の知っている行政から見て非常に進んだことにトライしているなということでいいお話を伺ったと思いますが、どうやったら幅広い市民、幅広い層の市民にその評価を求めることができるのかというところでちょっと疑問があります。私も大和市の、いろんな形でですね、いろんな行政の仕事の協業だとか評価に関して委員を公募するということが実際行われているのは分かってますけれども、例えば公募の条件に平日に会議出席できることとか書いてあるんですね。そうするともう一般的なサラリーマンの人はそこで排除されてしまいますし、あと先ほどちょっとホームページのアクセスの質問もすでに出ましたけども、ホームページに載せましたというところは多分、やればどこでもできると思うんです。今は技術はあるわけですから、それよりこう載せた内容が市民に伝わったのかというようなところですね。実際いい動きを始めてると思いますので、ぜひそれは幅広い市民に伝えるにはどうしたらいいんだろうということに関してぜひ横須賀市の方からコメントいただければと思います。で、ちょっと長くなって申し訳ないんですけど、3つ目はですね、今回 その各地方が競争して頑張っていくって すごいいいことだと思うんですけども、三鷹市の出てきた話題がたまたま水資源だったんで あれと思ったんですけども、例えば湧水がなくなるなんてことは三鷹市だけ頑張って雨水浸透させても多分溶けないと思うんですよね。隣の市、近隣市を巻き込んでるだとか、例えば私が住んでる大和市でも引地川っていう川の源流になってるんですけど、大和市だけ一生懸命浸透したって湧水はちょっと残ってるらしいんですけど、多分昔に比べて減少してるはずなんですけど、ダメなわけで非常に広域的な取り組みが必要だと思うんですけども、そういった問題に関してはこれちょっとどなたに質問していいかわからないんですけども、
個々が競争することも非常にいいことだと思います。ただ広域的に協業しないと取り組めない課題というのもあるなということをちょっと感じたことを申し上げます。はい、ありがとうございます。質問を一回整理いたしますと、おそらく三原さんに答えいただければいいと思いますけど、近隣の、ね、自治体とどういうふうに協力していたらいいだろうかというようなことが3つ目で、1つ目は幅広い市民が参加を、ね、評価に対してどうしたらいいだろうかというのが2つ目で、最初の質問ちょっとよくわからなかったんですが、首都圏で住民の評価を、住民の評価を誰が把握するか、じゃなくて首都コンテストで、はい、どの自治体がいいとか悪いとかいう、はい、クライテリアの中にその地域の住民の評価はどのぐらい反映されているのかと、首都圏の評価の中に住民の評価がどういうふうに反映されているか、はい、ということですか。はい、わかりました。じゃあそれは杉本さんの方からお答えいただいて、まず直接にはですね、今日の資料5ページを見ていただきますと、第4回の質問の特徴と項目配線とかがあります。ここに市民というところに住民のためにチェックする仕組み情報公開、という項目があります。で実際この C の中に何問か質問をしておりまして、まさに今そういう質問があったようなことをどのようなシステムで具体化しているかということを我々がまたこの点数で再評価するというややこしいですけどね、評価するということをやってます。これは直接ですね。あとですね、実はここに直接に現れないんですが、すべてのほとんどのですね、質問項目の中に住民参画をどのように具体化に取り入れて、その参画の中に当然のごとく評価という部分も入っておりますので、もしよろしければですね、質問表をずっと見ていただいたら、今こういうふうに入れてんだなということはお分かりいただけると思います。ただ、全体的には今日の横須賀市さんの事例なんかお分かりのように、日本の中では非常に今言ったらトライアルも非常に頑張ってトライされている例だと思うんですね。ですから我々のこの質問を作るときにちょっといつもですね、考えるのはどのレベルで質問するかなんですね。我々が望む理想レベルで質問するのもいいんですが、ほとんどそういうふうにしてしまうと、言えばしてませんというような回答ばっかり返ってくる危険性さえありますね。で反対にあまりにもどこの自治体でもやっていることは聞いても仕方がないということで、我々としては日本の自治体として少し頑張ってくれるところらへんをうまく調整しながら質問を組み立てていますので、多分5回6回7回と質問はもう少しこれも広まっていくと思います。で今日ご発表以外でですね、私いろいろ面白い実は事例がありまして、例えばですが、ぜひ一度もし調べて見ていただいたら、このホームページで全部公開されているのでいいと思うんですが、ニセコ町、北海道です。北海道ニセコ町のですね、方が環境基本計画の進行チェックを徹底的に住民参加でやって、その住民参加でやったものを環境報告書を作るということをされています。で、いわゆる丸三角バス以外のですね、面白いどうしたら住民にこの評価を分かってもらえるんだろうかというのを、その住民の委員の人たちが一緒になって考えて、こうやった方が分かるんじゃないかというのをいろいろ考えて、今なんか二次元の面白い、ものを作っておるんですが、今後三次元評価が必要なんでどうしようかと悩んでいるというようなことをこの前おっしゃっていました、はい、というようなことでまずとりあえずお答えしたいと思います。はい、ありがとうございました。そしたら横須賀市さんの方からその幅広い市民参加についてどんなご苦労されているかということを、はい、非常に厳しい質問だったかなというふうに思っております。多分どこの自治体は多分一番気にされているところなんじゃないかなと思います。横須賀市の方ではですね、一番メインの評価を、外部の評価をしているところはその大学の先生や、団体の代表者さんを、それと市民の方で組んでいるその評価委員会というところが評価をしているんですけれども、そこだけではやっぱりなかなかすくい上げられない意見がありますので、横須賀市ではそのコメンテーターさんというもの、この方になっていただくのはそれはただ単に意見をいただいたりするだけなんですが、要はですね、そこではその選考みたいなものはしないでどなたでも来てくださいというふうにやっております。でそこはですね、例えば先ほどおっしゃっていたような平日に、会議が、あるためもうそこでできないというふうになっておりますけれども、そのコメンテーターの会議をやるときにはですね、平日の夜もしくは、休日という形で、設定をさせていただいて、どちらでもご都合のいいときに来てくださいと
というふうになってます。だからなかなか全員で集まるというのが逆に言うと難しくなってきてしまうんですけれども、その辺がまた課題なんですが、なるべく少しずつでもですね、なるべく市民の方が参加しやすいように、努力はしているつもりでございます。であとですね、なるべく、どうやったら多くの人に、参加してもらえるかということですけれども、ちょっと正直言うと私が、聞きたいなというところなんですが、今はなるべくですね、啓発に努めようかなというふうに思っております。出前トークというものが、多くの自治体で行われておりますけれども、私どもの方でも、やっておりまして、先日は中学校の方に、行ってまいりました。中学校の方で説明させていただくとですね、例えばまずは生徒さんですよね。生徒さんが見ていただく。で、その話をできれば、親御さんにしていただければ、一気に子供から親へというふうに伝わっていって、なるべく多くの方に興味を持っていただけるんじゃないかというような形で、淡い期待をしております。で、あと他にはですね、例えばそのコメンテーターをやった方々にですね、もう率直にですね、こういう評価をやっているけれども、知っているかと。で、もしくはまたですね、興味を持てるかどうか。また参加してもらうにはどうしたらいいかということですよね。少しフリートークみたいな形で聞いてみたところですね、例えば要は自分の生活に関係ないから興味が湧かない、あとですね、すごく難しい感じがする、あとですね、なんとか委員会とかいうのはですね、敷居が高そうな感じがして、自分なんかがあるのは場違いな感じがするっていうのを例えば学生さんが、コメントしておりました。で、例えばですね、だからそういうところをなるべくストレートにですね、行政の職員はですね、聞き入れるようにしてですね、なるべく改善をしていったらいいんじゃないかなというふうに思います。例えばその方々はですね、簡単なこの評価結果をホームページで出すだけじゃなくて、その概略をもっと分かりやすくした、例えば A4 1枚でいいからそういうものを作ってですね、なるべく配布をしてみたりとかですね、なんとなくホームページに結果が出ました、ドーンだけではなくてですね、こういう結果になって、なんとなく大雑把に見るとこういう感じなんですよってことをもっと分かるように、情報があるからそれを出せばいいということではなくて、どうしたら分かってもらえるかというような工夫っていうのがやっぱり一番必要なんじゃないかなというふうに思います。そのところが、ね、からです。どうもありがとうございました。そしたら三鷹市さんの方がですね、はい、近隣の自治体ともっとこう協力することがあるんじゃないかというのは、野川のマップっていうのをお配りしてるんですけども、先ほどのマリケは線画になったんですけども、野川に関してはこうやって湧水のポイントが落とされています。で、これは左右端の方に野川流域環境保全協議会といいまして、いわゆる、国分寺、水源の源頭から下流まで全ての、区市がこの協議会に加わっておりまして、湧水を孵化させようと、あるいは浸透路線を付け合うということで、これはそれぞれの区市の財政状況になりますから、何百基とか何十基とかそういう規模はありますけれども、このような形で野川は進んでおります。一方ですね、線画、先ほどの丸池の線画なんですけれども、三鷹市のところしか湧水が湧かないんじゃないかという、いわゆる水脈の調査とか、あるいは、上流を見ていただいたように、ああいう三面張りにしてしまうとですね、そこを寸断させてしまう。それよりも上流の方でこの環境用水、玉川用水とかをつなげたりとか、そういう意味で今仙川上流懇談会ということで新たな水源を求めて今模索をしているところだと思います。で、神田川に関してもやはり同じようにですね、こちらの武蔵野三鷹台の方でやっておりまして、神田川の本来的な湧水海洋区域は武蔵野の方が多いもので、なかなかそちらの方としては、ちょっとこう力関係でですね、ほとんどその三鷹の方にお水をやるために武蔵野がお金をかけるのかという手法もとかが非常に難しいと思いますですね、三鷹ほど水深と伸ばには、こだわっていない。で、そうですね、玉川上水に関しては今処理水が流れていますので、水質的にはあまり、今のところ問題ないです。ただ護岸の問題が、この間台風によって護岸が崩れて、その維持管理、植生管理について、これも玉川市の連絡協議会が東京都と一緒にやっているというのが今の現状です。どうもありがとうございました。
本当はちゃんと喋ればいいんですけど、多分時間がないからですが、この地下水の浸透とですね、非常に面白い出会いは熊本市だと思います。我々の先進事例集も載せておりますので、後で見ていただいたら分かりですけど、上流の市町村と非常に提携しながら、と申しますのは、熊本はですね、浄水源が全て地下水なんですね。ですからもう大変な問題になってしまう。で、上流の方でですね、の自治体にあります田んぼで、今給電、給光電になっているところをですね、ちゃんと水をちゃんと淡水させていこうと。そのための費用とかをですね、熊本市が出していく。そして、地域のその企業とも一緒になってやっていくと。例えばそんなこともやってありますので、一度ご参考にということです。はい、どうもありがとうございます。他にご質問。先ほどドイツの例を杉本さんがお出しになったんですが、それと三鷹の方でですね、緑肥率の話がちょっと出た。たまたま昨日私が住んでおります川崎でですね、緑の30プランの見直しをやると。本年度中に作って来年、遅くても再来年度までには出すと、こういうことなんですが、当然緑肥率はどんどん下がっていくわけですね。都市開発してますから、それで、最後には、河川敷も緑肥だと。本当は私らその参加者の何人かはですね、緑地率じゃないかと。いつの間にやらそれが緑肥になっちゃった。それで壁面の緑、ツタヤなんかもその緑肥だからという形なんですが、その辺、その先進国ドイツあたりではどうされているのか。それから川崎はどうしても 30% にこだわってるんです。今27だって言うんですけども、当然落ちると思います。それと問題は細長い都市ですから、東の方はどう逆さに振っても緑なんていうのはこれからやっていかざるを得ないんですが、土地の価格が高すぎて森を作ることも不可能だというわけです。何かいい知恵があったらお貸しください。一言二言。大変難しい質問いただきました。ですね、一つ緑肥率に関しては私も地元の方で関わっているんですけど、やっぱり出し方自体の計算をもう現在的に言うと変えなきゃいけないなというのは各地で起こっているみたいです。ただ今のですとですね、おかしいことで、例えば公園はみんな緑肥率に入っちゃうんですね。ところが公園が緑肥されてない、入れていいのかとかね、そういうことを含めましてやっぱりちょっと考え直していく。ただ現在はですね、昔と違いましての衛星からのやつを使いますのでね、昔は高い飛行機を飛ばしてわざわざ空中航空写真を撮ってということをやらなきゃいけなくて、出すことさえ大変だったんですけど、むしろやっぱり受管率とかそういうことをやった方がいいんじゃないかという議論があります。で、あれですね、ドイツの方でとかいうのがあるんですけどね、ドイツの方で今進んでますのは、例えばさっき言われたのはですね、小学校の校庭をですね、向こうも意外にそんなに緑がないんですよ。でそれを本当に緑いっぱいのものをやろうというのを言われましたよね。いろいろワークショップ形式とか言って面白くやっておられるんですけど、ちょっと違うのはですね、あれですね、芝生じゃないんです。日本ではまだ芝生というのが今ちょっと早いなというけど、僕あれ疑問を持ってまして、芝生というのは植生から言うと維持管理するのは難しい。それよりは日本の草花にした方がいいんじゃないかと。でドイツで今やっているのは、ドイツでもともとその地域に生えている草花を中心に運動を巻いたこのグラウンドをですね、そしてもう完全に緑していて、しかももううねりも作っちゃうというようなことをやってるんですね。そういう考え方を持つべきじゃないかというふうに思います。そうやればですね、どんな人口密集地域でも学校とかありますから、学校というものが一つの目標になるんじゃないかと。それから議論はいっぱいあるんですが、やっぱり今後地球温暖化防止とかを考えますと、どうもやっぱり屋上緑化というのは一定効果があるというのが分かってきておりますので、屋上緑化に関してはやっぱりちょっと積極的にもっと考えていくのと、技術開発をやっていくことでですね、確かに見たときはありかもしれませんが、鳥の目になってみれば、上から見れば結構緑があるというのは街づくりも不可能ではないのではないかと。
あとは細かい話になると実はですね、道路の歩道のところとかあります街路樹が終わっている植樹マスといいます。マスのところも実は植樹して植樹じゃなくて草花を植えていいんです。でこれは昔はダメだったんですが今は OK になってまして、なおかつそれを進めてもらうような制度さえ持っている自治体あります。でそれを地域でやっていて、かなり の綺麗なそういうベルトを作っている、住民自らベルトを作っているところもありますので、まあ、そういうことをいろいろやっていくことかなとは思いますけどね。はい、どうもありがとうございます。ね、本当はもっといろいろ議論を、ね、したいかなと思うんですが、時間になってしまいましたので、最後にですね、ここの会場にいる方をまあ代表してですね、環境省を早く作ろうということはみんなが思っていることだと思うんですが、板橋の代表して板橋の板橋なかなか上位に入れないんですが、すみません、頑張ってですね、上位に入れるようにやってきますので、今後ともよろしくお願いします。いや、最後にみんなを代表して決意を述べていただきましたので、ここら辺で締めさせていただければと思います。あと、杉山さんに関してどうも皆さんありがとうございました。